In Ezekiel chapter 43 of the Holy Bible, it writes as follows. And behold, the glory of the God of Israel was coming from the way of the east. And his voice was like the sound of many waters, and the earth shone with his glory.エゼキエル43章は次のように書いています。見ろ、イスラエルの神の栄光は東からやってきた。神の声は怒涛のごとく、そして神の栄光は大地を照らした。と。広し林、浜松市、ジャパン。今ご覧いただいているのが世界最古の地図と言われているものです。シュメールで発見されました。この地図で注意していただきたいのはですね、向かって左下がヨーロッパ、向かって右下がアフリカということになります。その間に地中海が横たわっています。そして上方がアジア、つまりアジア大陸ということになります。全体的に丸みを持った地図として表現されています。上の方にオリエンスと書いてありますね。つまり、オリエント、東洋ということになります。一般的には、旧約聖書の世界では、東を上にして地図が表現されています。現在私たち人間が使っている地図は北極、つまり北が上になっていますが、シュメール、バビロニアでは東を上にして書く習わしになっていました。向かって左側がヨーロッパ、右側がアフリカ、そして上がアジアということになります。具体的に地図を見てみます。これは紀元後に書かれた地図ですけども、まだ今から1000年近く前までこうした地図が使われていました。先ほど言いましたように上がアジア、向かって左下がヨーロッパ、右下がアフリカということになります。そして上がオリエンスですね。オリエントです。東洋です。このような地図が使われていたわけですけども、気になるのはその頂点のところに小さな島が描かれているという点です。この地図注意深く見てくださいね。やはり左下がヨーロッパ、右下がアフリカ、そして上がアジア大陸ということになります。そのアジア大陸の果てに小さな島が書かれています。中心がエルサレムということになります。ブルーの部分が地中海ということになりますね。で、この黄色い部分がインド洋あたりということになるんでしょうか。そして上が東、つまり東洋、すなわち日本ということになります。ここに描かれているのが太陽のマーク、すなわち日本ということになりますが、これだけでははっきりしませんね。別の地図で見てみます。これもやはり同じくキリスト教の世界で使われていた地図ですけども、中心に多分これがイタリアだと思われます。そして真上、すなわち真東に小さな島が描かれています。この島に注意してください。この島に注意してください。どうしてここに島が描かれているか、逆に言いますと、私はこれが日本と判断しました。もう一枚の地図で検証してみます。基本的には同じ書き方です。で、この中央にエルサレムがあります。イスラエルですね。そしてブルーの部分が地中海です。そして左にヨーロッパと表記してあります。そして右、グリーンの部分がアフリカ、そして上、黄色い部分がアジア大陸ということになります。そのアジア大陸の東の果てに小さな島が描かれています。この島に注意してください。アジア大陸の果て、この位置に位置する島は日本ランドを置いて他にありません。皆さん、これが日本です。古来より旧約聖書の世界では日本をこのようにして描いていました。右下に見えるのがこれ朝鮮半島のように思います。その上に日本ランドがあるということですね。もちろんこれは日本です。神々の国、日本です。他の地図でもやはり
上の方に日本ランドが描かれているようです。さらにこの地図ははっきりしています。その中央上に島が描かれ、その上に太陽が描かれています。日のいずる国、日本ということになります。皆さん、日本という国は大変な国なんですよ。それを皆さんに分かっていただきたかったので、この動画を皆さんに改めて紹介することにしました。